ジョン・ウィラード・ミルナーは、アメリカ合衆国の数学者。微分期科学、経理論、力学系の研究及び、これまで、数学の名著の恒例とみなされてきた数々の著書で、知られる。1962年に、フィールズ賞を受賞した。現在は、ニューヨーク州立大学、ストーニブルック校で教授を務めている。妻のオズサ・サマクダフもストーニブルック校の教授である。 ニュージャージー州出身。プリンストン大学在学中から数学の協議会で名を売り、1949年から1950年にはファリー・ミルナー理論を証明した。彼はそのままプリンストン大学の大学院に進み、ラルフ・フォックスの指導の下でホモト・ピート・リンクという論文を書いた。博士号を得た後もそのままプリンストン大学で研究を続けた。 また1962年からは学術雑誌アンルズ・オブ・マスマティクスの編集も行っている。教え子には秋葉忠敏、ジョン・フォークマン、ジョン・メイザー、ローレンス・シエ・ベンマン、ジョナサン・サンド、アンド・マイケル・スピバックらがいる。ミルナーの最も大きな業績は非標準的微分構造を持った7次元エキゾチック球面の存在を証明したことである。 後にミヒエル・カーベルとの共同研究で、彼は7次元球面上には15種類の微分構造が存在することを示した。非標準的微分構造を持った N 次元球面は、ミルナーの提唱でエキゾチック球面と呼ばれている。ありがとうございます。